夕雲型駆逐艦。夕雲型駆逐艦は、大日本帝国海軍の一等駆逐艦の艦級である。同系艦19隻。影楼型駆逐艦の改良型で、同系と本型を合わせて、高型駆逐艦とも呼ばれる。日本海軍は1939年、昭和14年に、昭和14年度海軍軍備充実計画、通称丸4計画を策定。その中で、 駆逐艦18隻の予算が成立した。うち最初の4隻は丸3計画に引き続き影楼型として建造されたが、影楼型は当初、計画速力の35ノットに達せず、船体を延長した改良系を第116号艦から建造する。艦艇類別等級表でも別型とし、これを遊具型とした。この計画では上記影楼型4隻の他に、 夕雲型11隻、島風1隻が建造された。当初1941年、昭和16年に策定された軍備充実計画では夕雲型に続く次世代型の高型駆逐艦として島風型駆逐艦16隻を建造する予定であった。だが、対アメリカ戦の軍備が急速に必要だったことから同年に策定された戦時急増の計画。 通称丸ー計画では夕雲型16隻が追加で計画され、変更がなければ島風型16隻と夕雲型16隻の追加建造となるはずだった。太平洋戦争開戦後、戦局の変化を受け1942年、昭和17年に丸5計画を改定して策定された戦時感染建造補充計画では、 島風型ではなく遊雲型16席に計画変更されて、流球計画分を合わせて24席を建造する予定だった。しかし、選挙区の悪化に伴い丸9計画分のうち8席、第348号艦第355号艦と、改め丸5計画分16席は建造中止となり、最終的に遊雲型は丸4計画分の11席と、 マルキュー計画分のうち8隻、第340号艦第347号艦にあたる19隻が建造された。また、高型駆逐艦である、遊グモ型は1943年以降寄港されず、代わりに、オツ型駆逐艦にあたる秋月型駆逐艦と、低型駆逐艦にあたる、松型駆逐艦が優先して建造された。 第一艦である遊具の竣工が1941年12月5日、最終艦の新層の竣工が1944年5月15日であった。しかし、竣工後は、前線の損耗補充として訓練も、ままならないまま実戦投入された艦が多く、棒の岬沖海戦に参加した朝霜を最後に、すべてが戦没してしまった。マル計画以降、 予算などでは艦隊型駆逐艦を駆逐艦として、カゲロウ型とユーグモ型に区別はない。また、太平洋戦争末期に松型駆逐艦の低速、雷装四車線では満足せず軍令部や艦船本部内の新しい駆逐艦案として、速力十三ノット、手法を広角法とし、八車線以上の雷装を持ち、急速建造に適する艦型が浮上した。 が、思案の域を出ず計画を具体化することなく終わったという。この艦型も、公型と呼ばれる。基本計画番号解50。艦型は影楼が宅地区勘とほとんど同じだが、若干の変更がされた。艦のほとんどが太平洋戦争中の竣行であり、順次戦訓による改正が行われている。なお、約半数の艦で写真が見つかっておらず。 改正の状況が推定となる感もある。カゲロウ型駆逐艦では、最初の講師運転で速力が計画の35ノットに達しないために、船体形状の問題が疑われ、ーグモ型は完備を延長した。速力の問題は主治の推進機形状を試し、推進効率の良い推進機が見つかったために、カゲロウ型各艦は、速力35ノットを超えることができるようになった。 遊雲型では、船体の延長での甲板が広くなり、後部の偽装が楽になったという。なお、一般計画要領書では、全長119.03メートルとしているが、公式図面では、全長119.30メートルとなっている。影楼型との外観上の違いとして、環境構造物壁面の傾斜が挙げられる。カゲロウ型は、 羅針ん環境下の環境構造壁面が垂直であるのに対し遊具門型の壁面は前面と後面が広がった末広がりの形状をている。また環境全端の位置は影楼型と同じだが後端は基部が後方へ移動し内部溶石が増大した内部の漏出には昇降口が2箇所設けられ上りと下りを分けて使用できるようになった収運が カゲロウ型と断定された決定的な証拠は、周運の環境部分が写っていた集合写真であった。初期の艦は22号電単を装備した際に、信号書下に、乾板室を設けて、張り出しのある状態になり、中期竣工の艦は、乾板室を増設した状態で完成した。後期の管は、環境構造公壁を垂直にして、内部容積を増やし、環境内に、電単室を設置。 張り出しはなくなった。またトップに搭載した3メートル速距離のカバーが、早ハ浜ハでは拡大されている。沖並みの場合、羅針環境の前面、側面と天外に、防弾鋼板が装着された。他艦も同様と思われる。全部マストは影ウ型より環境が後方に拡大したことに合わせて、若干後方へ移動している。 22号電探装備の際に形状が変更された。後部マストは、剣運、風運が、影楼型と位置、形状ともに同じ。位置は、後部の支柱が、スキットビームの位置で、支柱はその前方にあり、横桁は一本棒のものだった。長波は、全部の支柱が、スキットビームの位置まで交代し、横桁は下部に支柱がある四型に伸びる形状に、変更された。 以降、竣工の間も同様となる。影楼型から機関に変更はない。発電機が、影楼型の直流から遊具モ型は交流となった。手法は影楼型まで搭載していた。C 型砲ではなく新たに D 型砲を搭載した。手法用速距技も3メートル速距技から3メートル広角速距技に変更。射撃用砲位板は94。式砲位板標準装置を搭載した。 対空射撃に必要な二式距離病陶板も、遊雲型から装備した。主砲の発射速度は89式12.7センチメートル、連装広角砲と比較しても、圧倒的に遅く、対空戦闘能力は低かった。一番砲の位置は影ウ型から、若干後退している。機銃に関しては当初は 25mm 連装機銃2機。 のみだったが、対戦後半に竣工した艦ほど対空機銃が増備、されている。最終艦の真相、1944年5月竣工、の場合、艦橋前に機銃座を設け 25mm 連装1機、第1煙突後ろにも、機銃座を設け25立方 mm 連装機銃2機を、装備、第2煙突前の機銃座は面積を拡大して3、連装2機を搭載して、 合計 25mm3 でに4機、同連装1機となった。その後は、単装機銃が増備された。1943年以降、カゲロウ型以前の間では2番砲を撤去しその後に、3連装機銃を1機、初春型及び、白梅型もしくは2機設置したが、遊具型は、その種の訓練工事の対象から外れており、冷凍機械戦前及び、 戦没直前に撮影された、長波、戦没直前に撮影された、朝も、戦没後に、マニラ湾で撮影された沖波など、昭和19年下半期以後に撮影された、遊雲型書館のいずれの写真でも、この工事が行われていないことが判明している。影楼型と同じ92式4型61センチメートル、4連装発射管2機を装備、装備位置も変わらない。 酸素魚雷もカゲロー型と同様に搭載し、ルンガ沖野戦などでその威力を示した。初期の艦はまだレーダーを搭載していない。例えば1942年春光のマキングも、風雲、長波では、春光時の写真から装備していないことが確認できる。22号電単の装備は1943年後半からで、遊夕雲型は全部マストを改造してその中段に22号電単を、 装備した。1943年7月春工の早場には、春工時からの装備が写真から確認される。春工時搭載していなかった艦も、同様の改装を行い、搭載したと推定される。アゴー作戦時には、多くの艦が、後部マストに13号電探を装備した。その他、沖並みの場合は、E27 逆艦アンテナが、羅針艦強前面と、 全部マストに装備された。他艦も同様と思われる。建造所は、舞鶴海軍交渉、藤永伝造船所、浦賀選挙の3箇所に絞られた。丸四計画における、計画艦。戦時建造計画、昭和16年度、丸九計画における、計画艦。改め丸五計画における、計画艦。遊具型は、戦時中に建造されたため。 戦没と心臓艦の編入が錯綜し、フル編成が完結する機会は少ない。高波や玉波のように単艦での行動も多い一方、主力部隊である第二艦隊、第二水雷戦隊と第三艦隊が移住戦隊での活動がほとんどを占め、主力駆逐艦らしい戦歴を重ねている。横須賀守符席の遊雲型駆逐艦遊雲、も、剣運、風雲と、 カゲロウ型駆逐艦衆運で編成。1939年、昭和14年11月15日付で解体した吹雪型駆逐艦3隻からなる先台に続く4代目の第10駆逐隊である。終始第10戦隊に属して、機動部隊の名声をもを論んだが、南太平洋海戦以降は、機動部隊と分離して、外南洋の水雷戦に臨んだ。 封雲以外の同系艦は、外内容で失われ、代わりに、朝潮型駆逐艦間朝雲が加わって二隻体制で、隊を維持したが、風雲の戦没を機に解散した。横須賀鎮樹布石と舞鶴鎮樹布石の夕雲型で、編成された。1922年、大正11年12月1日に、上風が宅地区間四隻からなる仙台が、 佐世保鎮守府第30駆逐隊に転出した後に続く2代目の第31駆逐隊である。当初より第2艦隊第2水雷戦隊に属し、外南洋で活動した。そのため消耗も激しく4隻フル編成が維持できたのは半年にも満たない。1944年昭和19年により第11水雷戦隊での連成を終えた後期型3隻を 補充して体は維持され、冷凍機械戦でも全艦が生還したが、その後のフィリピン防衛戦で急激に消耗し、第二駆逐隊に転出した浅島を除き全滅した。所属した遊具も型駆逐艦は長波、牧波、高波、大波、新波、沖波、岸波、浅島、浜波、書類上の旧跡である。舞鶴鎮珠布石の遊具も型で編成される。 1943年、昭和18年1月6日付で、解体した若竹型駆逐艦3隻、編成当初は4隻からなる先台に続く3代目の第32駆逐隊である。従来の駆逐隊とは異なり、連成部隊の第1艦隊第11、水雷戦隊で連成中の駆逐艦で編成された。31かけると同じく、第2艦隊、第2水雷戦隊に編入され、 外南洋や、アゴー作戦、都市号作戦、以後のフィリピン防衛戦で活動した。編成が、大戦後期だったため、当初目論んだ、水雷戦は正規せず、フィリピン防衛戦で消耗した。横須賀鎮守石の早地も、終装、新層で編成。1943年、昭和18年7月1日付で、解体した白津型駆逐艦4隻村紫、夕立。 春雨、サミダレからなる船内に続く、五代目の第二、駆逐隊である。第十一水雷戦隊での連戦を終えた、駆逐艦で編成された。第二艦隊、第二水雷戦隊に編入され、霊的海戦で活動し、以後もフィリピンに残留して防衛戦に挑んだ。オルモック上陸戦、多合作戦や冷合作戦に参加したが、編成当初の三隻は、 英語作戦までに全て失われ、転入した朝霜を第21駆逐隊に譲って解散した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。